こんにちは本日は楽天モバイルのキャンペーンについてです楽天モバイルに MNP で乗り換えることで最大で2万3000ポイントが還元されますまずはじめにキャンペーンサイトを見ていきますこちらの動画をご覧くださいこちらのキャンペーンサイトです回線のみで OK お持ちの iPhone で超得乗り換え楽天アニミット6に他社から乗り換え MNP で最大2万3000ポイント還元中ですねキャンペーンの達成条件 初めてのお申し込みでプランの利用で楽天リンクで10秒以上通話となっています。最大2万3000ポイントの獲得の流れステップ1で楽天モバイル対応製品の確認ステップ2で楽天モバイルのお申し込みステップ3で楽天アリミット6プラン利用開始ステップ4で楽天リンクアプリから発信で10秒以上通話となっています。ではキャンペーンを詳しく見ていきます。 楽天アリミット6お申し込み特典誰でも5000ポイントプレゼントルールキャンペーンコード1113キャンペーン期間はプランのお申し込み期間は2020年12月8日から2 0 2 0年6月30日ですね、えー、店舗でのお申し込みは2020年12月8日から2022年の6月30日までプラン利用開始期限はプランのお申し込みの翌月末日の23時59分まで 楽天リンクの利用券はプランのお申し込みの翌月末日23時59分までキャンペーン条件は以下123条件すべてを満たした楽天会員の方キャンペーン特典は楽天ポイントで特典内容は楽天ポイント5000円相当のポイントをプレゼント付与日は楽天アニミート6のプラン利用開始及び楽天リンクの利用が確認された月の翌々月末日頃に付与となっていますポイント有効期限はポイント表示も含めて6か月 特典適用対象ががこちらですす。ね。あと注意事項が書かれています次のキャンペーンはあ回線のみで OK 通常の楽天アリミット6を申し込み特典に加えてさらに3,000ポイントプレゼントキャンペーンルールキャンペーンコードは1554キャンペーン間はパルのお申し込み間は Web の場合は2022年6月14日からあー6月30日店舗の場合も6月14日からあ6月30日ですね。プラン利用開始期間は、 2022年7月31日23時59分まで楽天リンク利用券は2022年7月31日の23時59分までそしてキャンペーン条件は上期確項目間内に123の条件全て満たした楽天会員の方特典内容ですけれども通常の申し込み特典に加えてさらに3,000ポイントポイント付与日は楽天アリミット6楽天アリミット7 プラン利開始消び楽天リンクの利用が確認された月の翌々月末日頃に付与ポイント有効期限はポイント評価も含めて6ヶ月そして適用対象外はこちらですねそして併用カンペーンはこちら併用負荷カンペーンがこちら注意事項がこちらそして、えー、お持ちのスマホのそのままで他社から乗り換え の方限定通常の楽天アリミット6お申し込み特典に加えてさらに1万5000ポイントプレゼントキャンペーンルールキャンペーンコード1262キャンペーン間はプランのお申し込み間ですけどもウェブでのお申し込みは6月18日から6月30日店舗店舗の場合は6月18日から6月30日プラン利用開始期限がプランのお申し込みの翌月末日23時59分まで楽天リクの利用期限がプランのお申し込みの翌月末日23時59分まで キャンペーン条件は、上記各項目の期間内に、1、2、3の条件全てを満たした楽天会員の方。特典はお一人様一度のみ。楽天モバイルを初めてお申し込みいただいた会社に適用となります。となっていますね。キャンペーン特典ですけども、通常の申し込み特典に加えて、さらに1万5000ポイントプレゼント。ポイント付与日は、楽天アルミート6のプラン利用開始及び、楽天リングの利用が確認された月の翌々月末日頃に付与。ポイント有効期限は、ポイント付与日も含めて6ヶ月。 そして適用対象がこちらですねあとは使用負荷キャンペーンがこちらになっていますあと注意事項です以上ですいかがでしたでしょうか他社から楽天モバイルに m n p で乗り換えることで3つのキャンペーンが適用される場合最大で2万3000ポイントがもらえます基本的にこの最大ポイントをもらえる人は過去に一度でも楽天モバイルと契約しなくて他社から m n p する人のみとなります 会社契約のみで OK ということですので、比較的ハードルは低いかなと思いました。興味がある方は検討してみてはどうでしょうか。今回の動画は以上で終わりです。ご視聴ありがとうございました。